狂え、立ち去れ。俺たちは永遠に目覚めない。だが俺は正しい。俺の宝は無敵だ。ところ?ところって何のことだ?奇跡を想像する機会にできることなど絶対にない。どうやら宝とはあの装置のことを指しているようですね。酔いつぶれているようね。ふっ。このお酒の匂い。お嬢様、私の翼で風を送らせていただきます。あ、私にもお願いします。もちろんでございます。皆の者、近くを見てきたが他に人はいなかったでござる。妙ではござらぬか。ファディは組織であるのに、ここにはこの者しか残っていない。ましてや前回来た時はこの者さえいなかったでござる。それにこの前のふくよかな男もいなくなっている。あるいは他の場所に隠れているのであろうか。その理由は目の前にいるこの者に聞くしかないでござろう。でも酔いつぶれてるみたいだぞ。こいつの酔いが覚めるのを待たなきゃいけないのか。懲罰の聖戦を下ろそ。お嬢様は水をかけてはどうかとおっしゃっています。いいな、それやってみようぜ。あ、目を覚ましたぞ。あなた、ファデュイですよね。ここで何が起きたのか、そしてあの装置が何に使われるものなのか、教えてくれませんか?ファ、デュイ。ファデュイ。ああ、愚かで無知なる幹部どもよ。後悔しているか。俺の研究を否定して、俺に無理やり無人島へ来させ実験を。宝が。なんで泣いてるんだよ。一体どんな目にあったんだ。俺が発明した宝を愚弄した。あいつらは未来でもたらされる賞賛を理解していない。俺の発明があってこそ世界を征服することができるのに。愚かなバカどもが。ぶたないでくれ。もう実験室は爆破しないから。悪かった、わざとじゃないんだ。ダメだ、精神がぐちゃぐちゃで全く話ができねえ。初日に会った時はこのような様子ではなかった。どうやら後の数日で影響が進み、やがて狂気に陥ってしまったのでござろう。俺のレポートが、これだけは勘弁を。レポート、それはどこにあるのかしら。怒鳴らないでくれ。フィッシュル、あまりいじめちゃダメだぞ。だったら私がやりましょう。親愛なる殿方、私を見てください。レポートをどこに隠したのか教えてくれませんか。怖い、報告を無理やり書かせないでくれ。どっか行ってくる。おいおい、完全に想像の世界に行っちゃってるぞ。
拙者が参ろう。失礼。尻が痛い。ああ。でも頭のもやが晴れてきた。頭が回るように。それをどこに置いたか教えてくれぬか。レポート、レポート。あっちの石の隙間だ。よし、よかったな。危うくこいつの耳元で直接ロックを奏でるところだったぜ。結局はカズハがお仕置きしたけど、すごくためらってたみたいだな。やっぱカズハは優しいやつだぜ。さあ、探し物は近くの石の隙間にあるようでござる。調べてみよう。おめでとうございます。問題を解く鍵を見つけましたね。どれどれ。やはりこの感知擬態と呼ばれる装置は人間の脳に影響を与えられるようです。それから製造者はあの研究員で、名をペルシーコフというようですね。レポートによると、ファデュイ幹部はペルシーコフの研究を支持しておらず、それどころか道を誤ったと判断した。しかし、ペルシーコフはどうしてもこの装置を実践に投入したかった。そのため、彼は人脈を駆使して人手を集め、装置全体を各部品に分けて、無人島に運んだようです。よくこの島を見つけたな。やっぱり、ファデュイの情報網を甘く見ちゃダメだな。ペルシーコフは独断専行でここで実験を始めたようですね。実験に参加したほとんどがファデュイの下っ端兵士で、その全員がリスク同意書にサインしたとあります。どうやら彼らは本当にこの装置がファデュイに利益をもたらすと思っていたみたいです。装置の原理は？それはおそらく極秘なのでしょう。レポートには書いてありません。しかしペルシーコフはとある神の権能を模してこの装置を作ったと書いています。つまりその神の権能はこれらの玄武と関係のあるもの。そしてファデュイはそれについて研究をしたことがあるということでしょうか。うむ。でなければ彼らに神の権能を真似るなどできまい。とにかく、ペルシーコフの実験過程は順調ではなかったようです。装置起動後、何日も経たずして故障してしまい、修理を試みたらしいのですが、技術の未熟なファデュイ兵士によって装置をめちゃくちゃにされ、最も重要な昇格まで弾き飛び、どこかに落ちてしまったようですね。修理がいかに重要な仕事であるかが伺えますね。皆様も。身の丈に合った範囲で行ってください。ペルシーコフはマッドサイエンティストですが、自分の部下が不幸に見舞われるのを見たくなかったのでしょう。それに問題が解決できなければ彼自身も狂ってしまう。切羽詰まった彼は一人で昇格を探しに外へ出た。しかし彼は病弱な研究員です。その探索は失敗に終わり、諦めざるを得なかった。その後、ペルシーコフは狂気に陥りはぐれてしまった兵士たちを必死に探し、彼らを洞窟まで連れて行ってかくまったようです。島に上陸したあの日、拙者たちが会ったのはこの段階の彼らだったのであろう。ペルシーコフはがっしりとした体つきのファデュイ兵士を連れていた。そういうことです。ペルシーコフは力を尽くし、兵士たちを洞窟に集めて、彼らの目を覚まそうと試みました。音楽や鹿などを使ったとあります。
ですが効果はなかったようですね。そういえば前にあたいたちがここに来た時誰もいなかったよな。ということはペルシーコフはその日洞窟に全員集めたってことか。そういうことでしょう。最後の数ページに良い知らせと悪い知らせが書いてあります。良い知らせは、ペルシーコフは狂気に陥った兵士から断片的な情報を聞き出し昇格の所在地を特定したこと。悪い知らせは、ペルシーコフは彼らの目を覚ますことができなかったこと。その後彼自身も影響を受け狂気に陥ってしまった。レポートの最後の方は彼の狂気じみた落書きで埋め尽くされています。となるとこれはまた私と進化たちに出番が回ってきたようね。レポートに地図が書いてあります。マークされた場所が昇格のありかでしょう。探してみようぜ。全部入れたぞ。モナ、これでいいんだよな。多分それで大丈夫です。レポートにはそう書いてありますので。しばし待とう。元通りになるといいのでござるが。何者だ。待て、あの装置を見ろ。治ってる。え、だがペルシーコフさんはまだ地べたに倒れてるぞ。この装置はオイラたちが直したんだ。オイラたちに感謝しろよな。このような邪魔さえ入っていなければ私たちは完璧な休暇を過ごせていたというのに。ふん、さっさと私と進化たちに詫びよ。先に失礼する。おい、俺を置いていくなよ。ペルシコフさんがまだここにいるんだぞ。助けないと。あの二人は目が覚めたみたいだな。どうやら修復に成功したようでござる。自分の拠点に戻って休暇を満喫しよう。おう。でも今考えるとあそこってオイラたちの拠点でもある気がするぞ。仮住まいってやつだな。ヒヒヒ。あそこは雄野浄土兼土道王国大使館といった方が適切かもしれません。え、言いづらいな。おいら、覚えやすい名前の方がいいと思うぞ。さあ、行こうぜ。早く家に帰ろう。はぁ、家に着いていっぱい食べて、椅子でのんびりして、ようやく落ち着けたぜ。うふ、雄野浄土の正体、満足してくれたかしら。大満足だ。よかったです。お嬢様が進化の皆様を招いたのは我らが聖国の降臨を見届けていただくためだけでなく安らぎを与え夏を楽しんでもらうためでもありましたので。すごくよかったぜ。あたい、ここが好きだ。本当に来てよかった。ここは永遠なる楽土となるだろう。お嬢様は今後もあなた方と一緒に遊びたいとおっしゃっています。おう、もちろんだぜ。時間が空いたらリーウェに来いよ。あたいがいろんなとこに連れてってやる。そうだ、リーウェで一番おいしい飯屋はあたいの友達がやってるんだ。きっと気に入るはずだぜ。それから
劇を見たかったら、ウンキンを訪ねるといい。親切な上に、面白いやつと友達になりたがるから、きっと劇の話題で盛り上がれると思うぜ。ほう。シーエン殿が進めるなら、興味が湧いてきたわ。旅人、拙者に一つ案があるのでござるが、稲妻には焼きスミレウになる食べ物があり、その風味は魚とよく合うのでござる。今晩試しに果実と海鮮を一緒に焼いてみるのはどうであろうか。では決まりでござるな。拙者は果実をできるだけ探しておこう。味付けは、うむ、あれにしよう。ここにいたんですね。一つ問題が見つかりました。すでに装置を修復したというのに、島の元凶がまだ消えていません。うむ、それは拙者も気づいていたでござる。だが元凶の誕生に時間がかかるように、消失にも時間が必要なのではないだろうか。ええ、その可能性もあると思います。それに私の水裏の番が元に戻り、使えるようになったので占ってみたところ、大きな異常はありませんでした。ただ占いの結果に理解できないものがあったのです。ある種の力が私たちを囲んでいて、見つめているような。装置によるもの、あるいはペルシーコフによるものでござろうか。すみません、それは私にもわかりません。ただ確かなのは、今のところこの力に攻撃の意思がないということだけです。私たちに悪意はないのでしょう。はい、邪魔がなくなり休暇を楽しめるようになったとはいえ、海島を離れるまでは気をつける必要があります。私も毎日占っておきますので。フィッシュル殿をお守りすると約束した以上、拙者も手伝うでござるよ。ええ、お願いします。はあ、彼女たちはのんきですから。今回の件は私がより気にかけておかないと。おお、なんだ。そっか、原油野郎に連絡するんだな。あれれ、やっと僕に連絡をくれたの。遊びに夢中で僕のことなんか忘れちゃってたのかと思ったよ。違うぞ原油野郎、オイラたち奇妙なことに遭遇したんだ。奇妙な装置？神を模した能力？ファデュイにそんな計画があったのかい？まったく、びっくりだね。その言い方、お前も知らなかったってことか？僕はただ、酒場で小銭を稼いでる吟遊詩人に過ぎないよ。そんなこと、知ってるはずないでしょ？こいつ、またそうやって。それよりも、旅人にパイモン、今回は思う存分楽しめたかな。おう、すっごく楽しかったぞ。美味しいもんをいっぱい食べて、不思議な景色もたくさん見れた。最高だったぜ。ならよかった。旅の意味は心の記録にあるんだ。忘れられない体験を残すことができれば、それだけで有意義な旅となる。その謎の声が誰なのかは知らないけど、少なくとも彼女は君たちに危害を加えることはなかった。それどころかみんなのことを知るきっかけにもなった。そうだよね。その点から見て彼女の行動は善意によるものだったんじゃないかな。そうじゃなかったら、アリスさんの発明した通信機を遮断した上で君たちを襲っていたはずでしょ。確かにその通りだ。
安心してくれたようでよかったよ。じゃ、思う存分遊んできて。帰ったら僕にも海島の美しい元凶のことを聞かせてね。その美しい思い出をすべて記録し、詩歌を書こうと思うんだ。これから送るすべての夏が忘れられない楽章となるように。それじゃ、君たちの帰りを待ってるよ。休暇楽しんでね。金融野郎が大丈夫って言うんなら多分大丈夫だろう。なんて言ったってあいつも神だしな。信じていいと思うぞ。もう戻ろうぜ。みんなを待たせたら悪いし。さっきフィッシュルがカニを捕まえに行きたいって言ってたんだよな。ひひ、オイラも行きたいぞ。こたびの件を解決したあなたは、その充足感と喜びに満たされているのかしら。安心して、危害は加えないわ。というより、私はただ偶然この海域を通った小鳥。今は遠い場所からあなたを見ているの。たまたまここには私と関係する力があった。それが気になって浜辺に降り立ち、島の一切を伺っていたの。本当に面白かったわ。公務で忙しくとも、海島に来た人はみんな心の底から笑顔になっていた。そして後から来たあなたたちも言うまでもなく、輝かしい無境と美しい意志をもたらしてくれた。あなたたちの玄武はまるで海面上の泡のように透き通っていて儚い。心を打つ宝永であればあるほど、私は目を奪われてしまう。私は遠出することができないの。あなたたちのような自由な人がとても羨ましい。だから、ちょっとした仕掛けを施したの。気に入ってくれたら嬉しいわ。言ったはず。私に目的はない。私はただの小鳥に過ぎない。ここに残っているのもあなたたちの喜怒哀楽を鑑賞するため。あなたは特別な人よ。異なる色彩を放っている。とても気になったから、こんな方法であなたとコミュニケーションをとっているの。私の名前は気にしないで。おそらく将来他の場所でいつか会えるかもしれないから。その時が来たら、きっとあなたも私のことを知るはずよ。